1名様にプレゼント。制限時間は5秒間。今日は何の日？せーの、おはしたい。やったやったやった。何だ何だ。ヘビーやってたでしょ。今日は自然に感謝する緑の日なんだってさ、ね、今撮った写真は朝の8時までにこの文字をタグ付けしてツイッターにアップしてください。保護者の方におはとものみんなを手伝ってもらってね。せーの、おはとものさん。さあ、そして今日の調査隊はチョコプラの見たことない新スポーツを紹介、さらに動物の赤ちゃんの映像を大放出。おはさん、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。じゃあ6月号はおしゃれ女子実験ダブルカチューシャ、トレンドのうねうねタイプとスイートなパールタイプで簡単漏れちゃう、手首キャシャ見えスターフレスト、大人っぽく決めちゃお。じゃあ6月号発売中。ぶっちぎり6、7月号はドリンクバー消しゴムガチャ、ボタンが押すと香り付き消しゴムがドリンクグラスが大集合、集まれ動物の森にバーチもいっぱい遊んでも。ぶっちぎり6、7月号発売中。たまごっちスマート、スケボーを使って遊びたいなって思ったからです。なるほどね。さあ、果たしてどんな見たことないスポーツになるのか。VTR、さっきなんか1ヶ月ぶりにスタジオ来たけど、なんかスタッフさんもわーみたいなとか1個もなかった、ね。ないんですよ。なんで？スタート。チョコスポーツ。みんな、おはー。スポーツの翔平お兄さんだよ。そしてこちら、見たことないキャラクター、マイケルくん。あ、見たことない。わお。お兄さんは見たことないスポーツを作る天才なんだ。スケボーとフラフープって全く別のものだよね、うん、それで何か新しいスポーツができるってこと？できる。そうだな。あ、思いついた。その名もサークルイン。サークルイン、うん、まずはフラフープ置きます、うん、そしてこの中にスケボーで入るという。どういうこと？タイムで競うサークルイン。まずはお兄さんがお手本を見せてくれるぞ。おお、おし、おし、あいだ。おお、さあ、こうやって遊ぶスポーツなんだ。なるほどね。うん、それではナイキャラくんもレッツスポーツ。待って、めっちゃ怖いんだけど。あの、おまとものみんなはヘルメットとかプロテクターしてやってね。絶対にやってね。安全に楽しむのが一流のスポーツマンだぞ。おー、キャプテン。おー、順調順調。気をつけて気をつけて。一分の二。こんなスポーツ見たことある？見たことない。みんなもやってみてね。すごい。さあ、サナちゃん、チョコプラが考えたこのスポーツどうだった？自分もやってみたいです。お、いいね。ぜひ練習してみてちょうだい。さあね、ヌアちゃんがスタジオでは実践してくれます。ちょっと見てて。オーライ。うわ、すげえ。え、すごい。
動画をお届けしちゃうバムよ。バム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 。日本の動物園では4カ所でしか見ることができない超激レアスナネコの赤ちゃんに会えちゃう。スナネコは砂漠の天使とも呼ばれているんだけど、兄弟でじゃれ合っている姿はまさに天使そのもの。餌を取り合っている様子も超キュートだ。今すぐ会いに行きたいぜ。続いては埼玉県にある東武動物公園からのトピック。ゴマフアザラシの赤ちゃんがプールデビュー。名前はもちもちくん。その名の通り白くてもちもちしていて超かわいい。昨日プールデビューしたもちもちくんにみんなも会いに行ってみてね。続いては静岡県にある富士サファリパークからのトピック。アメリカバイソンの赤ちゃんがサファリゾーンデビュー。4月に生まれたばかりのアメリカバイソンの赤ちゃん、生まれた時はこんなに見た目が違うんだね。お母さんの周りを駆け回る姿が可愛すぎる。そしてさらに現在登場中の小学8年生にも白クマやジャガーの赤ちゃんなど動物の赤ちゃん特集が組まれているぞ。みんなもゴールデンウィークは小学8年生をもって動物園に行ってみよう。那須動物の動物王国だったね。ごめんね、スマイル間違えちゃった。でさあ他にもいろんな動物の赤ちゃんの展開が載ってるから、みんなチェックしてね。はいよ。あのシャドーバースがついにトレーディングカードゲーム、あまたのカードを使って勝利をつかめ、シャドーバースエボルブ発売中。今度こそシャドバやってきます。お座り。毎日のことだけど。誰か。あると嬉しいお茶漬け。お、できるじゃん。長谷園のお茶漬け。長谷園のハニタマ。卵3個ですぐできる。あんかけたっぷり。わお。向かいます。長谷園のカント。したゾナーを見てもらうためお医者さんを探しに来た松丸くんたち。こんにちは、お医者さんはいませんか？お医者さんいいの？その時、私が医者のメリコールですが、何かご用ですか？村に怪我をした者がいて、ぜひ見てほしいんです。すみません、今日は患者さんが多くて手が離せないんです。であれば僕たちが手伝いますよ。いいのいいの。行列のできた受付を切り替えタイプの謎解きで手伝おう。それぞれの行に1本を書き足してカルテを完成させよう。オッケー。待って、よしちょっと今先に考えようぜ。ちょっと助けなきゃ。ここで名誉挽回だ。本当だよ、挽回。ここに1本書き足して、症状は頭痛、血液型は B ってことになるよね。口に1本書き足してできる国ってなんだ？じゃあ出身国もなんか1本書き足せば。よし、答えは分かったよ。どういうこと？1本でしょ？口に1本という漢字をそのまま書き足せば日本になるよね。答えは頭痛、B、日本だ。挽回ならず。どうもありがとう。ゾナーさんの怪我を治すにはある薬草が必要なんですが、今切らしていて。わかりました、僕たちが探してきます。いいな。メリコールが必要とする薬草を見つけることができるのか。ババッと覚えて、シャドーババー。今日ババッと
クラスを使うとド派手なバトルが楽しめるドラ。ドラと相棒のライトもドラゴンクラスドラ。さあさあさあ、ということで今回用意したゲームはドラゴンはどっち？ドラゴンに勝つ。さあさあ、今から A と B の映像のどっちがドラゴンなのかを当てるゲームをしていただきます。分かった。さあまずはこちらの、出川さんの CM を見たらうわ美味しそうって言っちゃうチーム。チャーハンしていただきますよ。チャーハンネットね。チャーハンネットね。チャーハンネット、カニカマのやつもあるよ。それでは第1問こちら、はい、A と B のうちドラゴンはどっち、クイズドラグニトーク。テレビの前のおはとまも一緒に考えるドラ。さあ、うわ難しい。ヒントはどっちかの名前にドラゴンがつくドラよ。ね、これ難しいね。難しい。さあ、さあ分かったドラ。それでは A か B の札をあげるドラ。せーの。お、分かれた。 A2 人、 B2 人で分かれましたね。絶対。まずイノサクとヌアラが A。 なんでイノサク A？ いや、なんか A の方があのドラゴンみたいに火吹きそうな、あ、ドラゴンみたいに火吹きそうだから A だと思ったってこと？ B いくよ多分これ。なるほど、タレントさんの発言とは思えないで。正解の発表ドラよ。当てよう。正解は A のインドシナウォータードラゴン。 B はドラゴンポイントの名前はアルマジロオオトカゲっていうドラ。あらららら、やったやった。さあということで正解したのはイノタクとヌアラでした。さあでは続いてはこちらのチームいきましょう。謎解きングダム、最初からはちょっと分かってるけどあーとか悩んでるチーム。いやそんなことないから。さあそれでは第2問いきます。第2問こちら、A と B のうちドラゴンはどっち、クイズドラグニターク。よっしゃ、テレビの前のおはとまも一緒に考えるドラ。さあどっちがドラゴンですか。両方虫だけどヒント、うん、英語。あ、なるほど。よっしゃ、なちゃん一緒に頑張ろうぜ。さあ、それでは A か B の札をあげるから、せーの。こっちか。あ、分かれた。また分かれた。分かれた。 A、 なんでそばに A ですか。まあ、やっぱりあの A の方が気付きそうだからかな。出た。それやめてくれる。それ気付きそうだからって。さあ、なちゃんはなんで B ですか。ドラゴンみたいに飛んでたから。ドラゴンみたいに飛んでた。そうだよね。正解です。正解の発表いくわ。ドラグニル、はい、正解の発表ドラ。さあどっちだ。どっちだ。正解は B。 今は英語でドラゴンフライっていうドラ。みんな分かったかな。はい、そうなんだ。正解はサタちゃんとアセちゃん。さあ、サナちゃん、ゲーム楽しんでくれましたか。はい、めっちゃ楽しかったです。あ、よかったな。さあさあ、そしてですね、アニメシャドーバースフレームは毎週土曜午前10時から放送です。ドラゴンクラスをババンと覚えてこれからのアニメを楽しもう。それじゃあ、夏お天気よろしく。はい、今日のお天気です。晴れるところが多いでしょう。ただ札幌では午前中曇りや雨となりそうです。最高気温は昨日より高く、福岡から東京は少し暑いくらいでしょう。以上お天気でした。ありがとうな。お見事。さあここで今日のお肌の練習生に挑戦してほしいテーマを発表したいと思います。お肌もプロデューサー玉木くんからのリクエスト、早口言葉対決です。さあそれでは夏と稲作頑張って。さあ私からいきます。okay. ちょっとね、私早口めちゃめちゃ得意なんで、いや、負けません。いきますよ。はいはい、スマリーパス2番じゃない、2番じゃない。残念。私いきます。私も早口言葉得意です。頑張れ。スバニーバニーバスに2倍になれば。おーい、いやー、ナイスの完全勝利。でも犬咲もよく頑張った。ナイスファイト。今日は仕事終わったら朝から帰って寝て
お風呂入ってもう一回仕事。タカラトミー。リジスター。リジスタービジネス。一緒になろう。タイムオブオーネス。手を探して。フラフルチェンジ。リジスタービジネス。リジスタアイテム。タカラトミー。カプセルを開ければサプライズ。シューズやコスチューム、どの葉が入っているかな。水につけるとカラーチェンジ。 LOL サプライズ、カラーチェンジサプライズシリーズ、ワールドトラベルも。長谷園が美味しい通販始めました。即席味噌汁売り上げ日本一。その美味しさを毎日選べるお味噌汁に。味噌は自慢の合わせ味噌。匠のうまさ。毎日選べるお味噌汁30食入り、お試し10食入り。この機会にぜひ。今すぐ検索。レアの一押し。オニパン。の提供でお送りしました。いいか、誰を弟子にしたらいいかくない大事なのは。お座り、お座り、お座り。毎日のことだけど。誰か。あると嬉しいお茶漬け。お、できるじゃん。長谷園のお茶漬け。卵、ご飯にチャーハンの素。食べるだろ。このうまさは、おい、ちょんだよ。チャーハンのことなら長谷園。黒チャーハン出た。2持って